飛んでじゃあ息子様かね。はい。宇宙に感じることをねぶつけてやってる。まあ疑問でもいいよ。あの自己紹介になったら疑問。名刺代わりに疑問の疑問みたいな。何でも。うん。よくわかんないんですけど。うん。何がわかんないかもわかんない。うん。まあ、とりあえず親が背負った件っていう感じで、うん、学会のあれに入って。うん。まあ、一人暮らしした時にも学会の人たちはよく来るけど、うん、まあ、その人たちは自分はあんまり好きじゃなくて、うん、もう自分は関わりたくない、そのご本尊様は家に置いてきなさいって言われる、別に置いてるけど、うん、そういう組織にも俺は関わりたくない、うん、感じです、うん、でした。まあ、あれだよ、なるべくね、ここをやるときはみんながなるべく集まれるような日曜日とか、あの土曜日をまあ目指してさ、でそこに何回か足運んでるうちにね、まあ、せめてそこには、まあ、いやもし嫌だったらまあしょうがないんだけど、もし来れそうだったら来るうちにちょっとずつね何かを掴んでいっていただけると思うんです。やっぱり長年のその創価学会とするとそのお母さんのプレッシャーね、あのもうシュッシュッっていうそのね堆積されてるから、それがこうほぐすにはちょっとね時間かかると思うんです。だけどうちの息子たちも似たようなもんです。本当にこんな感じ、うん、まあただ進行は した方がいいんだろうなってことはみんな思ってるんだけど要するにめんどくせえって、うん、そのノリね。だからお山へ行こう、どうしてもこれ大事な総本山 の集まりがあるよって言うと、へえとか言ってへえとか言って結構素直に集まるんですよ。だからお山には行くって言ってるでしょ、一緒に行こうねって言って、うんって言って、本当に似た、うちの子供たちと似たらよったかもなるからできるだけこう尊重したいんですよね、うん、私もやっぱり母から言われながら、私母をもし創価学会が間違っとったらやめるって言ったら、うん、もうあんたがお母さんは頭が悪いって分からんけん、うん、あんたが勉強して本当にお母さんのこと思ってくれて、あんたがこれこれこうこうよって言われたら考えるって言ったから勉強し始める、うん、私も、うん、宗教のこといろいろ、そう言ったらもうハマっていったんですよ。あ、なるほど、逆にね、この仏法に。おお、だから池田先生と私も幹部に池田先生とご本尊様どっちが大事なんですかって聞いて、うん、バカじゃないのって言われてた女子部の部長、うん、立派ですよ、ちょっと変わってるって。いや立派、もう何考えてるのってもうずっと言われてて、でも池田先生は人間でしょって、うん、これを教えてくれてる人、訳してくれてる人、うん、でもこの仏法は日蓮大聖人様でしょって、うん、なんで日蓮大聖人様が一番って言えないんですかって、うん、私大衆の部長捕まえても、うん、知りたかったんです、うん、本当のことが、うん、ただ知りたくって、うん、だから私もあんまりこうしつこくこうであでってもう分からんでもやってきなさいってなくって、うん、分かっていかせるのは私たちだなってやっぱ思ってるので、うん、まあ、お嫁さんもね来てくださったことだし、うん、うちの人をやっぱり背負っていくぞって腹を決めて、うん、くれてるのでね、うん、それならばやっぱりここの根本基本をやっぱり守っていってほしい。まあぶっちゃけね、別に親の宗教を継ぐ必然性はないわけですよ。そうですね、うん、それは親のエゴだからさ、はいはい、だからそこはもうそこ全くこうもっとフリーランスでいいと思うんだよね、はい、だけどそれを全部取っ払ったとしてもだよ、うん、そのさっきざっくりちょっと言ったけど、我々はほっとけばやっぱりね幸福になれる要素ってものすごい少ないんだよね。何にもしないで自然の流れにただ任せて生きていくだけでは、大体世の中見たらそうじゃん。それは表面的なさ、お金持ちになれるとかそのレベルはいるよ。だけど健康面、それからそういう経済面、それと人間関係ね、それと命のそこから その充足感、この4つが全部条件整ってる幸福の人っていうのはまずいない。でもうそのためにはさっき言ったその善なるものにある程度こう磨く、自分の命を磨くっていう何らかのそのトレーニングをしないと、命のトレーニングをしないとやっぱりその本当の幸福を味わえる仕組みになってないってことなんだよね。そのさっき言った新品の国がほっときゃ自然に錆びちゃうみたいなので、それがそのためにはそのある程度分かろうとしつつだよ、少しこう自分からも積極的にある程度じゃあ学んでみようかなと思いつつ、少しずつ行というものをした方がいいってことだな。それが一つと、もう一つは今度我々っていうのは今別に必要性がなくても
これから先病気事故怪我家庭不和子供の不幸何が起こるか全く何が起きても逆に不思議がないっていうものを常に誰人も抱えてるわけだよ。でも仏の悟りっていうのはその原因まで見破ってるんだよね。なぜそういうことが起こるのかっていうことを見破られていて起きないうちにその消す方法を教えてくれてるんですよ。現実にその本当に出ちゃう前にそれをさ、まあ、それが因果愚痴不思議の一歩ってそっちの話なんだけどね。因果というものの悪しき原因というものがあるから悪い結果と悪い報いを受ける。それは現実の生活の中で急に事故に遭ってみたりとか倒産してみたりとか勤めてる会社が倒産しちゃったりとかあるいは愛してる女房となんかもう修復不可能なその関係になっちゃうとかあるいは子供がぐれるとかそれもみんな原因があるんです。原因がなくて起きるわけがない。その原因は世間では教育が悪いだとか国の政治が悪いとかそういう悲壮的なことしか分かってないんだよね。ところが仏はそんなとこじゃないよってこの命自体に実はもうその原因を持ってたんだっていうところまで遡ってあの見極めちゃってでそれ言いっぱなしじゃなくてじゃあどうすればそれ取れるんですかって実践してみた人が本当に取れちゃってこの今までの自分の人生の奇跡がなんかこうこんな風にしてた人がこういう風にじわーっと良くなっていくとかまあ現実俺もそうなんだけどさ入信した時まあ二十歳だけどやっぱりうちの家系はもともと貧乏だとかなんとかなんとかってありましたよ。だけど20から今の30何年足して今56だこのやっぱこの流れを見ると明らかに違いますもんね。だから信心反対した親が逆に後々入信してきたもんね。それはやっぱり僕のそういうあの若い時までの姿からやっぱ実験していった姿見ながら別にしつこく釈放したわけじゃないんだけどいつの間にか親父も袋も入信してきて最後はみんなで本当に孫も含めて日蓮召集の一家で一緒にお山行って一緒にお階段様に出会わせるっていうそういうねありがたい一家になれたのはやっぱり形として現れてきたわけですよ。だから若い特に若い世代はねこれから先あの幸せになっていくっていう要素も大きいけど不幸になる要素も同時にあるわけだよね。いっぱいこう地雷原があってさで我々は地雷原の中を目隠しして走ってるようなもんですよ、はい、そうですね。もうあるさチュロンチュロンって弾けてるわけですよね。運が良ければ駆け抜けるしだけどまずありえない。必ず人生の中でいろんな問題にぶつかるときにまずぶつからない前にまず消せる方法がある。それでも消しきれないような深い業もあるからその時は起きてもこのくらいで受けるものはこのくらいで受けられるとかねそういうこともあるしだから何が起きてきてもどんな悲惨な目にあったとしても仮に乗り越えていけるだけの力知恵と力と福徳がついてくるっていうこともあるしそういうことも勘案するとね全部総合的に判断すると何かそのまあ今は特に必要を感じなくてもちょっとずつ準備していった方がいいぜってことは思うね。そこ今日は鼻向けにそのくらいのじゃあ奥様